はいどうも、 VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。はい、ということで本日なんですけども、藤波慎太郎物語11話ですね。はい、ありがたいことに11話までやってきました。それでですね、もう8月3日ということで、もうシーズンね、終わろうとしてます。このままね、2軍じゃまず、まあね、1シーズン目なんで1軍で終わりたいですよね。はい、ただね、調子が絶不調なんで、この試合ちょっとな、不安やな。まあけどね、この試合で絶対1軍に上がって、次ね、1軍で試合してる姿を見せたいと思いますんで、やっていきましょう。はい、来ました。よし頑張ろう。あのね、調子悪い時ね、すごいあれなんですよ、球が遅くなるんですよね。でちょっとね、今秘宝なんですけど、ゲーム音小さい、まあいいか。秘宝なんですけど、うわやば、あやば、あかんわ、もうやばいやばい、やらな、あちょっと言い訳していいっすか、言い訳させてもらっていい。うわ、慶三さん、あのね、さっきね、僕もう絶対盗塁されんもんな、これ。全然、しかも喋りたいこと喋らせてくれへんやん。僕、今日キムチ買ったんですよ。ちょ、どっ、キムチ買ったんですよね。もう一軍やん。やっぱ。もう、喋らせえよ。キムチ買ったんですよね。で、そのキムチを切るのに、あ、ナイス。キムチを切るのに、ハサミがいるじゃないですか。もう、ってマジで。キムチを切るのにハサミいるじゃないですか。ほんで僕、料理用のハサミがないんですよね。一人暮らしなんで。一人暮らしが料理用のハサミを持ってる確率って3割なんですよ。全国調査の結果ね。なので、おむねよしよし、5点取った。で、そのさっきの続きの話なんですけども、早打ちすぎんねん、この人ら。喋らして、マジで。マジで喋らして。で、全国の調査の結果、一人暮らしで料理用のハサミを持ってる方は3割なんですよね。で、僕持ってないんですよ、もちろん。で、それでキムチを僕普通の通常のハサミで切ったんですよ。で、その通常のハサミが切れ味悪くて、ちょっとその刃を、指でなぞったんですよ。切れ味悪いなと思って。ほんなら、右手の親指、パックリ割れたんですよ。マジでパックリ。多分ね、ちょっと写真撮って貼るか分かんない。グロいから貼らんかもしれんけど、皆さんの想像してる、想像して、4上、うん、4上ぐらい、パックリ割れたんですよね。うわ、一塁線もパックリいかれました。何うまいこと言ってんね、言うてね。うん。で、どこ行くね。で、親指にね、今ね、僕キズパワーパッド貼ってるんですよ。治癒能力が高いね。キズパワーパッド貼ってるんですけども、めちゃくちゃ罰ボタン押しにくい。これが言い訳。ベストピッチできない言い訳、その1。あ、ゲッツ。なんでなん？はい、このキズパワーパッドの下り言うのに4分30秒かかってます。編集でどんぐらいになってるかわからんけど！する！よし。おれ！あれ？やべえ、ちょっとほんまじ、またコメント欄で叩かれるわ、下手くそとか。うん、やるなとか、藤波バカにしてんのとか、やめろとか言われる。よし、ゲッツ！これちょっと遊び玉遊ばないとマジで怒られるから遊ぼう。あー、えぐい！なんで抜けるかな？ショート誰？ショート誰な？誰？身長低すぎて見えんかったわ。やばいって、この試合で1軍に上がるとか言って、4点もリードもらって、まさかの追いつかれるっていうね、もうすぐで。なんでこんな打つん？ちょっとコンピューターのさ、強さまた変わってるやん、これ絶対。前までさ、コンピューターが打ちすぎるからさ、改善入れましたってさ、コナミさんさ、ニヤニヤで言ってたけどさ、全然変わってないやん、マジで。あ、もうやった、マジでやった。ショート！これね、多分一軍上がられへんな。この試合じゃ。落としたら、帰る。よし。まあ、徐々にちょっとね、感覚つかんできたかな。うん。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。なんでそんな飛ぶん？なあ。なんでそんな飛ぶんって。いや、やばいやばいやばい。マジでやばい。よし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 。お疲れっす。お疲れっす。え、ちょっと待って、これバグ？え、矢野監督おんねんけど。
矢野監督何臨時で2軍の監督とかするようなシステムになってんのもしかして。ちょ、これセーフになったらマジで家帰る。はい、帰りま、あ、アウト。え、あ、こっち、え、工藤さん、あれ、え、これ1軍、え、これバグですよね、多分。へえ、コナミさん、これバグ見つけましたよ。さあ、圭三さんに何事もなかったように打たれましたけど、え、これちょっと待って、メンバー1軍やねんけど。よし、あかん、もう待って、マジでやばい、感覚空きすぎてどこに投げたらいいか分からへん、ボタンがどこでどこか分からへん。よっしゃー、初三振、初奪三振。よし、ライト取れんかったら帰る。よし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 、よっしゃー、取ってよ、ナイス。また交代ちゃうんや。オッケーオッケーオッケー、はい、ナイスボー。ここでちょっとね、全部今から三振取ります。今から全部三振取る。男に二言はない。男に二言はないよ。まあけどメンツ的に一軍ではないよな。いやけど監督が工藤監督なんや。へー、はい、ナイスボー。バツ、あ、ちゃ、四角、オーブヌー。ちょっと待って、バリスパルタやねんけど。てか、63球しか投げてないやん。お願い。お願い。周東さん、足早い。もう、って。もう、もうど真ん中投げよう。ムカつくから。アイテムこうだった。アイテムこうだった。よっしゃ。全回復した、よし。はい、ということでね、さっきの試合はね、もうなかったことにしましょう。はい、これで1軍に上がって、次の藤浪晋太の物語は1軍からスタートですみたいな感じでニコニコのてへてへでやりたいと思ってますんで、でね、のコンディションも全部回復しましたし、中10日空いてます。はい、どんだけ投げさせへんの、ほんま。2軍のピッチャーそんなにおるんかいっていう話ですけどね。なんで10日も空けさせない、そんなに信頼してないんかということでね、やっていきたいと思ってますんが、うん、やっていきましょう、とりあえずね。はい。まあね、まだね、親指は傷パワーパッド張ってますが、まあ、絶好調の藤浪なめんなよと。うん、ほら。絶好調の藤浪晋太郎なめんなよって言いたいですよね。まあ僕の大好きなドラゴンズ相手ですが、まあ遠慮なく行かしてもらいたいのと、あとメンバーが1軍。ちなみに。ちょっとね、1軍のメンバーをね、ちょっと見してくれ、今ここで。頼むわ、ほんま。さあ遊ぼうか、一球遊ぼう。うわぁ。さあ、全力すると行こうか、たまには。おれ、よっしゃ、サード。チャンス、あ、ミスター、ボタンミスター。よしよし、もういいや。しゃしゃしゃ、おれ、ほい、はい、ナイスボー。いいよ、今日は球が走ってる。松井裕介さん、もやと松井裕介ってオリックスに移籍した2人を連続で並べてくるあたりがコナミさんやらすい。よし、スタート。よし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 、取ってよ。よしよしよし、ナイス、アレクさん、いいよ、めっちゃ乗ってる、めっちゃノリノリノリピー、藤波ノリピー。あ、やば、これはしゃあない、これはしゃあない、まあ失態だからね。まるでファースト入って、早く、はい、ファースト、いいよ、1安打ピッチングですよ。あ、で、滑った、あぶねー、いつもの癖です、ごめんなさい。よっしゃ、キャッチャー、いいよ。カットボールちょっとズバッと。あ、えぐい。よしよしよし、パワーがなかった。お、アキラ。アキラ。何してんねん、アキラ。こんなとこで。え、後輩。よし、来た、チャンス、これチャンス。うん、あ、やばい、めっちゃサクサク進んでる。ほんまに。よっしゃ。やばい、これ。27球で終わるんちゃう？あの、全
27球で終わるでこれ、ほんまに。全員1球で終わらすみたいなさ、3人のバッター、1回3人のバッターを1球で終わらせて3球かける9回で27球ね。うん、そういうこと。いやーこれちょっと落とそうか、この辺から。はい、ナイスボー、よいしょ。あー、フランカー。はい、ナイスボー。もう完璧、これは完封するな。フラグじゃないですよ。いつもフラグ立てたら点取られるけど、これはマジでフラグじゃないから。うーれい。よしよしよし、いい感じ、めっちゃいい感じ。よっしゃ、ボール球を振るようになったらもう藤波選手のものです。よっしゃ、ラスト。うーいっしょ。で同じところにね、スローカーブですよこれ。うーい、うーおうおう、出ました、久々にリルパンプね。えい、レクソン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 、えい、よし、ごめんなさい、リルパンプがちょっとまだ抜けてない。リルパンプ抜けができてない、ごめんなさいね。うい、あー、もうなんであそこでシット投げるかな、取って。うーん、アキラ顔だけ似てるな。打ち方もうちょい似してほしいな、そろそろ。はい、ナイスボ。遠藤さんのホームランボール返ってきたみたいですね。誰に渡そうと思ったんやろ。いやー、これきっちり試合してんな、また1点差って。1軍に上がるかもしれない試合で1点差まで持っていく、このコナミの AI の判断すごいね。うん、ボール球、もう一度ボール球いこう。ほい、あー、振るか。じゃあインズバ、おお、へい、シャー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 、いいよ。さあ決め球いこうか、フォーク。よっしゃ、セカンド、はい、山崎健人選手。さあスティーブン・モヤかな、ごめんなさい、わからん、適当に言った、今うろ覚えで言った。えぐい、あ、惜しい。もう余裕や、これはもう5点取ってもらったからな。オッケーオッケー、もう一軍昇格は目に見えてますね。次回藤波慎太郎物語12話、一軍スタートですね。三振何個、7個取ってるわ、やばい。俺の幼馴染の名前も7個です。はい、よしよしよし、ケント、ナイスケント。もうちょっと中継いでほしいな、5点も取ったから。ちょっと肩考えてほしい、最近球数制限うるさいからな、この世の中。投げさすよね、まあ76球やからいっか。はい、サード、取ってよ、何してるん。サード、これは取ってよ。あ、レフトか、アキラ。あ、けど一回ちょっと、あ、厳しさを味わおそうと思ってインズバ投げようとしたら打ち寄った、見えへん見えへん、あ、おった。はい、ナイスボ。はい、ら余裕、はい余裕。あ、近本選手に、え、一軍やん阪神も。さあやってきました、記念すべき1軍に上がる前のラストの投球ですね。2軍戦惜しいな、地方球場が惜しいわ。うん、地方球場にさよならが悲しい、本当に。ララバイ、地方球場にララバイ。よし、あ、山崎健人選手から森越健人選手に変わってるね。ちょっと1球投げとこう、最後やしな。うん、2軍、よしよし。もう感覚がね、手に取るように掴んでるんですよね、息をするようにベストピッチする男。よし、ベストピッチじゃないけどね、スティーブン、これも違うけど、まあ高めをね、なんか結構コンピューター打つよってアドバイスもらったんで、高めを減らしていきたいと思ってるんですが、よし、はい、完封。はい、どうですか、どうですか、どうですか。ほら来た、はい来た。